はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。6月は9日の日曜日でございまして、曇ってますね。ずっと曇ったまま、まあ過ごしやすいですよ。26度ですね、この部屋の中。はい、いい感じでございまして、眠たくならないですね。いや今日は割合8時過ぎに目覚めた。まあでも8時間寝たかな。ゆんべ12時過ぎに出ましたからね。今ね、サバイバーっていうね、アメリカ運命の大統領とかいう、ね、ネットフリックス毎日見てるんですよ。昨日4本ぐらい見たかな。9時半頃から見始めて12時頃までね、またピッピッピッってやってずっと見てるんですけどまあね、最初面白かったんですけど、まあ、最近惰性で見てますね。まあでももうね、何が面白いってね、自分への言い訳なんですけどね、アメリカの大統領の日常業務っていうのが分かって面白いですね。あ、こうなってるんかと。アメリカってね、あれなんですよ、その大統領は選挙で選ばれるでしょ。閣僚というのは大統領が任命するんですね。で、国会議員ちゃうんですよ。だから民間からも起用するし、役人からも起用するしですね、 元政治家とか、まあ、政治家からは起用しないのか、議員からは起用しないですね。だからその主人公もですね、学者出身の住宅都市整備局長かな、整備長官かなんかで24番目だったんですね、大統領の継承順位が。アメリカそれくらい決まってるんですよ、全部で。23人が死んでしまったんで、24人目の住宅都市整備局整備長官、今日本では国交大臣ですけど、日本の国交大臣は公明党の国会議員がやってますけど、向こうはその人は学者出身ということですね。どこどこ大学の教授とか、まあそういう人ですが大統領になってという話がずっと続いていくんですけど、ホワイトハウスって何やってるのかなというのがですね、よくわかるんですよ。あ、こうなった、ああなって、ああと。トルマンルームとかですね、ルーズベルトルームとか出てくるんですけど、オーバルルームって卵みたいな部屋もあるんですけど、勉強になります。アメリカの政治というものが。で、議会折衝とかもね、まあ勉強になるんですけど、へえーと思いながら見てるんですね。まあ言えば。で、アメリカと同じくですね、大統領制を取ってる民主主義発祥の国とですね、自らを称しているフランスでございまして、日本経済新聞の、これは昨日出た記事ですね、フランス、ウクライナに訓練要員派遣へと、軍事支援は新段階にという記事でございまして、これ、何気にね、ベタ記事なんですけど、重要なんですよ、これが。いきますね。6行しか読めません。これね、6行はまだいいんですよ。だらだら読まんでいいんで。日本の新聞はこれでね、最初の6行で中身の全体像を語ってるんでですね、まあ、やりやすいですね。フランスのマクロン大統領は何のか、ロシアの侵略を受けるウクライナに、他の複数の国とともに兵士の訓練要員を送ると表明した。2022年2月の侵略開始以来、西側諸国が軍の要員を派遣するのは初めてで、ウクライナへの軍事支援は新段階に入った。改革後、今後数日のうちになるべく多くの国が参加する連合について最終調整する。括弧閉じ。マクロン氏は同日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談後の記者会見で、うにゃうにゃと。ここまででございます。マクロン大統領はですね、ここ2、3ヶ月の間にですね、そのうち人員をですね、まあ、かなり兵隊さんですね、軍人ですね、をウクライナに送る可能性があるみたいなご発言をなさっていました。で、これ衝撃を与えてですね、プーチンがピピーンと来てですね、ね、その一線を踏み越えたらこっちも一線を踏み越えんでと。要はお前らが戦争に参加するんやったら俺は核使うぞという脅しのメッセージを盛んに発していました。でもマクロンさんめげません。めげずに最初は訓練要員。これはもう第一段階ですね。第一段階これで訓練要員を送ってですね、兵隊さんを訓練するんですけどね。まあいろんな意味でですね、重要なことはですね、フランスはですね、フランスの兵器ですね、戦車やミラージュ戦闘機なんかをですね、供与してますね。で、訓練要員っていうのはその使い方を教える人なんですよ。
なんでですね、まあ非常に重要な人々であって。でね、例えば訓練要員がですね、訓練しているところにロシアのミサイルが飛んできて、その訓練要員が亡くなったりするでしょう。そうすると、お前らやりやがったなというふうにフランス人怒るでしょう。ロシアにとってはそういうリスクを背負うということ、背負うというか、まあリスクが発生するということですね。だからフランスが訓練しているエリアにはですね、こうミサイルを撃ち込みにくくなるというようなことも発生しますね。まあ気にせず撃ち込んでもいいんですけどね、別にウクライナ領内であれば。まあでも第一歩を踏み出したということです。で、前々から言ってますようにですね、フランスには有名な映画にもなっている外人部隊というのがあるんです。日本人のですね、人も、日本人も外人部隊の兵士として参加しているというふうに言われてます。時々元傭兵みたいな人がですね、日本のメディアに出てきて何か言うてますよね。フランスがね、何かですね、そういう紛争があったら真っ先に送り込むのが外人部隊なんですよ。一番強いんです。で、アメリカは特殊部隊を送り込みますよね。フランスは外人部隊なんですね。で、イギリスは、と言いますとですね、まず SAS という、スペシャルエアサービスというですね、アメリカで言えばネイビーシーズとかグリーンベレーとかいう人たちがいるんですけど、ああいうのを送り込むんですけども、実際ですね、部隊を展開して戦争するとなったら、第一番にはグルカ兵を送るんです。グルカ兵って何かと言いますとですね、インドの上にネパールという国がありましてですね、日本のインドカレー料理屋ありますけど、もう7割8割がですね、実はネパール人がやってるんですね。まあそれは関係ないんですけど、ネパール人の部隊のことをグルカ兵部隊と言います。この彼らはですね、非常にね、なんていうかこう、兵隊さんとして優秀なんですね。で、ネパール人たちは今でも、昔イギリス領だったわけですね、ネパールは。その時に、グルカ兵を使ってみたらすごくええやんということでですね、その伝統が今でも残ってまして、もう独立して70年以上になるんですけどもですね、イギリスはね、ネパールで、イギリス兵になりませんかって募集するわけですよ。で、みんなはですね、親やおじさんやがなってる人が多いね、俺僕行く行くって言って、ほんで10年、20年勤務して帰ってくるでしょ。帰ってくるとイギリス政府から年金もらえるんですね。それで楽に暮らせるんですよ、ネパールでは物価安いんで。年金はポンドでもらえますからね。で、イギリスからするとですね、安い給料で何十年も、二十年も働いてくれるですね、グルカ兵重宝なんですよ。それで何か戦争があると、おら行けつって真っ先に行かせるんですよね。当然、戦死率も高くなります。戦死するとまた、そのね、戦死なんたら金ってもらえるわけですね。遺族は喜ぶ、喜びませんけど、まあ、それで、まあ、お父ちゃん頑張ってくれて、みたいになるわけですよね。そういうシステムがあります。アメリカはそういう外国人システムない代わりに、実は軍事会社というのがありますね。ワグネルってありますね、ロシアに。あれみたいなもんです。ワグネルアメリカ版みたいなのがいっぱいあるんですよ。で、それがですね、アメリカが戦争するとこには必ず行きます。アフガニスタンにも行きましたし、イラクにも行きました。そういうシステムがあって、今度フランスはですね、ウクライナに多分外人部隊を送るんちゃうかなという気がします。で、その前哨戦として、まず訓練要員を送ると。いうことでしてですね、まあ、外人部隊を送るですね、まあ、あれですね、先駆けみたいな感じになりますね。これはですね、マクロンがですね、ウクライナにこう入っていこうとするですね、まあ、第一歩です。で、マクロンはなんでですね、ウクライナにそこまで肩入れするかっていうと、一つは個人的事情、プーチンに袖にされた恨みがあります。2022年2月24日にウクライナが始まっていますけども、そのですね、2週間前と4週間前ぐらいに、マクロンは続けざまにモスクワを訪問して、プーチンを説得してるんですよ。やめときてって言うてて。で、プーチンはその頃ですね、コロナでしてですね、こんな長いですね、10メートルも離れたテーブルのこっちとこっちに座ってですね、こっちにマクロン、こっちにプーチン座って、対談というか、まあですね、会談をしている映画ですね、世界中に流れました。プーチンがですね、コロナを嫌ったの。そうやって説得したにもかかわらず、プーチンは言うことを聞かずに侵略したでしょ。マクロン、メンツ、丸つぶれ。せやし、お前、プーチン、わしの顔潰してやろうというのが一つと、もう一つはですね、ちょっと何年先か失念しましたけども、ですね、大統領選挙があります。
確かもうマクロンは今期でおしまいのはずなんですけどもですね、あの自分も頑張ったやろうという実績作りですね。でそのウクライナを支援するという路線を外したくないんですね、マクロンは。次例えばですね、ルペンというですね、右派の人がですね、大統領になってもですね、そのウクライナ支援という路線はもうこう変更できないように踏み込んでおきたいという政治的なあれ意識があるんと言いますかね。もしかしてルペンになったらですね、関係ないもんってウクライナなんか支援せえへんもんって言うかもわからんですね。右派であればあるほどですね、プーチンに近い人が多かったりしますからね。今のハンガリーの首相とかそうですからね。でアメリカもトランプになればですね、そんなんウクライナなんか支援せえへんもんって言うてるでしょ。まあそういったことを見据えてですね、今のうちにガツッとフランスはウクライナを支援するんだという路線を固めたいちゃうんかなというふうに私は思います。はい、ということでこの日本経済新聞仏ウクライナ訓練要員派遣という記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。